か、ミンツク党の第1回再建者集会、まあ、大津彩香は立候補、ごめんなさい、出席、出廷しないということなので、まあ、これは僕は致し方ないと思っています。まあ、今日のポイントっていうのは、ミンツク党が出した、2月26日の声明文というか、ネットに書いているものなんですが、ポイントは約3億円残ってますと言ってたんですね。1月に破産の申し立てをされて、これ出したのは2月です。そして3月には破産決定が開始されています。じゃあこの3億円がじゃあどうなっているのかっていうのが今日のまあ見どころの一つです。ざっくり約 1.6 億円はこれはリスナー銀行に保存されていたので、これは絶対 100% 残っていると。残りのまあ約 1.6 億円を、これがですね、大津のまあ管理する、あるいは大津が指定した政治団体の方に寄付されている可能性が極めて高いんじゃないかなと思います。まあ、ここは今日分かると思います。この2月26日の大津彩香が声明文を出していて、1年間で1億円稼ぐって言ってるんですね。まずこれ一つポイントです。グッズを売ったりとか寄付とかで1億円稼ぐって言ってます。利益を上げるって意味です。売り上げじゃないんですね。それ以外にも浜田議員や斉藤議員を訴えて3億円、ずつ取ってくるとかって言っていてですね、まずこれがどうなってるのかっていうことですね。大津彩香が辞めてしまえば、というか斉藤健一郎君に代表権を渡せば、来年以降4億円以上の政党助成金が入ってきます。大津彩香は2月26日の声明文では、政党助成金では借金の弁済ができないと、こう言っていましたが、東京高等裁判所はすでに借金の弁済はできると、明確に判決文というか決定文に書いていましたよね。はい、ということなので、来年以降大津彩香が辞めて斉藤健一郎君が、代表すれば少なくとも来年4億円以上お金が入ってくると、来年の参議院選挙に立候補するばすればさらにこの4億円が増えていきますので、大津彩香をですね、これインチと書いてますけれども、必要性については、昨年3月29日に大津彩香は斉藤健一郎君に代表権を譲ると言いました。しかしながらその後彼女が印鑑を押さないというところで、今裁判の一審の判決では斉藤君は代表者じゃなくて大津彩香が代表者だとなっていますが、大津彩香は去年の 3月29日の段階では斉藤君に代表権を渡した方がいいという発言はしています。その頃にはトヨタ弁護士はついていません。ということで、大津彩香をインチしなければ、どうして昨年の3月29日に言ったことを4月の初旬にひっくり返したのか、いわゆる考え方を変えたのか、そして今後ですよね。まあ、ここは過去ですからいいんですが、今後どうするのか、それはトヨタ弁護士で語れるわけがないじゃないですか。来年選挙に出るんだったら出る。出てしっかりと得票を得て4億円以上のお金、これ別に、斉藤君が代表者にならなくても来年の参議院選挙で当選者を出せば、そうすると来年当選出しただけじゃなくて2年前の参議院選挙やその前の衆議院選挙ですね、年間衆議院選挙は7000万円、年間ですよ、参議院が 1.3 億円ですから2億円プラス来年の参議院選挙のお金が入ってくるということなので、来年の参議院選挙に候補者を出すのかどうか、あるいは国会議員を今年中に引っ張ってこれるかどうか、これまあ今まで言ってなかったんですけど、前原誠司さんにも大津は声かけてます。でも前原さんは当然断ったという情報が入ってきてます。ということで、大津彩香が やってこのまま代表していれば、債権者に対する配当がガン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 減るわけですね。今回の事件というのは3月14日に、ミンツク党は活動を停止したわけではなくて、3月14日のお金をとりあえず抑えて、それをまず分配します。分配しても残った借金についてはさらに未来のというか、みんなで作る党が負債を抱えていかなきゃいけないから、その負債について斉藤君が代表者になれば最低でも4億返ってくるわけですよ、あと4年間。それをなぜ大津さんは拒否するんですかと。それこそ大津さんの個人保証をつけたらいいじゃないですか。あなたは年間1年間で1億稼ぐって言ったわけだから、4年間で4億稼げるわけでしょ。この1億円稼ぐと言ったことについて今どうなってるのかとか、今後の見通し、斉藤君や浜田君を訴えて3億円、自分の方で首を切っておきながらそんなことができるのかについて、彼女のインチの必要性ですね。ポイントはとにかく彼女がなぜ去年の3月29日に辞めると言って斉藤君に代表権を渡さなかったのかについて、そうすると斉藤君は国会議員だからあと5年間政党助成金もらえるって説明をして分かっているのに、彼女は斉藤君の首を切ったわけですよね。だからそういうことをした理由っていうのはトヨタ弁護士では分からない。
来年以降斉藤君が代表者をすれば少なくとも選挙に出なくても4億円以上の政党助成金が入ってくる。この政党助成金は借金の弁済に充ててもいいという高裁判決がすでに決定が出ている。今回東京都知事選挙に24名の候補者を出した我々の財力から考えれば、我々は来年の参議院選挙に立候補者を出して当選仮にしなくても斉藤君があと3年いるわけですから、政党助成金はこの4億円以上必ず入ってくるんですよ。おそらく5億円を超える額は確定するんですね。だからそのような状況でなぜ大津さんが債権者の弁済の目処も立たずに居続けるのかについては豊田弁護士に聞いてもわからないです。豊田弁護士は大津さんの政治的な意思を代弁できる人ではないので、だから次回には院治が必要だというところで裁判所の方にしっかりと院治の必要性について申し立てをしようとお願いをしようとしていると。村岡哲也弁護士に対して、今回債権者委員会設立しますと。でまた私に委任いただいている方は今日現在236名、金額にして8億5468万8710円の方が私に対して委任いただいてるんですね。今立花さんが、おっしゃったこと、これは債権者の代理人として我々は同意しますし、当然斉藤さんが代表者であってほしいと思います。でこれを大津さんになぜあなたは辞めないのかというのは当然債権者からもこの236名の意思としてちゃんと伝えようと思っています。そういうことですね。今回のポイントは彼女が去年3月29日に辞めると言っておきながら、その後明確な意思も出さずに彼女が辞めなかったこと、そして総会にも出てこない、で自分で党員を辞めさせたというようなところでですね、そこに大きなポイントがあってね、斉藤君が1月の17日かな、どこに政党助成金を振り込んだのか、最終的に出てきたのはどっか信用金庫でしたけど ね、 そうですね。でもそういうものを隠した理由についても教えてほしいわけですよ。彼女は仮差し押さえを嫌がって8300万円を隠した。とにかく今日の目的はそういう合理的な説明を裁判所にしてですね、次回以降大津を引っ張ってこいと。所属党派証明書の時だって受け取りも自分が出てこなかったですし、隠すもん隠して自分は出てこない、さらにそれで代表だというふうなっていうのはもうやっぱちゃんちゃらおかしい話なんで、とりあえず出てきて真正面から戦ったらいいのにっていうところがね、まあ、インターネット上で発信することについては豊田弁護士もすごく反対してます。こういった公の場で発信をすれば、いわゆる裁判所というですね、法的な記録が残るところで発信する機会を自らが拒否をしていると、あなたが脅迫を受けていると感じるのはそれは自由ですよ、あなたの感じ方です。でも法的に私はあなたを脅迫なんかしていません。まあちょっといずれにしてもね、この後裁判所に我々3人プラスアルファ債権者の方々と行ってまいりますので、ぜひね、参議院会館の方にお越しいただければと思います。 NHK のぶっこわー。